はい、どうもこんにちは、イコールです。今回ですね、進化前バレリアパーティー使って異形の存在やっていこうと思います。はい、左からバレリアにアスナブキ継承ですね。で、超覚醒で追加攻撃つけてます。はい、そしてアテナナザーにね、まあ超バインド耐性つけてますが、まあスキルブーストでも OK です。はい、スキルブーストの場合ね、バインド食らっちゃうんで、まあできれば超バインド耐性の方がいいかな。で、エンハンスとしてね、仮面ライダーダブルのベルトですね、つけてます。で、イデアル、操作負荷耐性つけてます。はい、で、サクラ継承ですね。まあここに関してはジョイラ武器でもいいかな、全然。で、オーディンですね。オーディンは、まあ、ヘンレルつけてます。スキルチェーン耐性6個つけてください、本当は。うん。まあ、オーディンの場所に関しては、正直、スキルチェーン耐性6個もつけてて、火属性もしくは光属性のキャラなら基本的に何でもいけます。はい。ただ今回、無効貫通もね、できる。オーディン入れてます。うん。そして、ラスト、スオーですね。スオーは無効貫通要因として入れてますが、雲耐性もつけてますし、悪魔キラーもつけてます。で、シェアとですね、まあ代用としては、セイバー、オルタとかならいけると思いますが、HP50% で勝敗入っちゃうんで、あんまりおすすめはできないですね。うん。で、まあその場合ね、雲耐性なくなるんで、この桜の場所をジョイラ武器にするとかしてあげてください。まあ基本的に参考にならないと思うんでやっていこうと思います。このパーティー使える人ね、多分別のパーティー組めると思うんでね。まあ一応ネタパーティーとしてね、見てもらえればなと思います。ということでやっていきましょう。スキル封印耐性バッチです。入ってきます。1回走とりあえず色あるんでガドブレ組んでいきましょう。はい、こんなんで OK ですね。ガドブレが地味便利なんですよね。はい、 OK、 突破していきます。そして2回走、どっちが来る。あ、めんどくさい方ですね。ただ今回は追い打ちがあるんで問題ありません。基本的にこっちが来るとめんどい。はい、追い打ち組みながらの6個もで突破していきます。7コンボいいね。7コンボするとイデアルが覚醒するって感じですね。イデアル本当に強いんじゃない。はい、3回走。あー、これちょっとめんどくさいね。そうっすね。ってなれば、まず一旦4属性消しつつも光消していきましょうか。はい、 OK、 5コンボ。うわーどうでしょう。副属性で OK、 副属性で突破していきます。強い。4回走。そうですね、水オーディンですね。これもちょっとめんどくさい。これに関してはあのスオーがねぶっ刺さっちゃうんで、そうだな、水以外消しましょうか。はい、これで突破していきます。まあ、水降ってきても正味倒せると思うんですけどね、一応。はい、火の2コンボあれば倒せるんですけど、まあね、火の1コンボとかの場合はね、水消さないようにしてください。で、マシンキラーか。まあまあまあ最低限文句は言えない。これ、ここに闇置いて、こうで、こう。OK。これでまあ8コンボですね。突破していきます。はい。10コンボ。いいね。いいね。11コンボ。はい、突破ですね。そして、6回走。誰だっけ、6回走って。あー、出たー。追い打ち必要な人ね。あ、でもまた偶然回復ドロップが5個あるんで、突破していきましょう。あ、ここでてかバレリア使っときます。暗闇耐性用としてバレリア使いたいんで、ハマってても意味がないんですよね、アスナ武器別に。暗闇耐性がない代わりにね、バレリアのドロリフ使うんで、そこだけ注意です。溜まってるとね、暗闇耐性はないと思ってください。まあ、でも逆に無効貫通組む時にね、使ってもいいんですけどね、回復力も上昇あるし。はい、追い打ちで突破していきます。7回走。来ちゃいましたね。じゃあここでフェンリル使っていきます。はい、これで、毒目覚めを消しますと。強い。危ねえ。こうで、こう。で、こうで、こう。よし。これでまあ7コンボと。あ、突破できるでしょう、言っても。はい、突破ですね。この火力のスムーズ感が本当にいいところだと思う、この編成の。楽なんですよね、火力出すのも。で、ここもまあこんな感じで。お邪魔だけ消しておいて。はい、8コンボで突破していきます。8コンボが楽かどうかって言ったら楽じゃなかった、別に。でも簡単に火力出るからね、400倍って。なかなか、ね、エミアシロードも9コンボいたのに、4属性消せば400倍だからね、そこに関しては強いと思う。こうなんでいくか。はい、7コンボ。ちゃんとね、倍率発動させて突破していきます。はい、突破。そして、10回走。ハウルブラキオス。はい、まあ、ハウルブラキオスですね。
これに関しては回復目覚めが増えるので少し欠損が多くなるからあんまり嬉しくはないですね。まあでも仕方ないんで突破していきましょう。で回復力激減がめんどくさいんでどっかでバレリア使いたいですね。あと3ターンか。あとでバレリア使いましょうか。はい、でトールは雲耐性あるんで問題ありません。スオウですね。スオウが聴覚性雲耐性持ってるので問題はないと。あ、待って、ずれてる。まあいいや、7コンボ。これ突破していきます。大丈夫でしょう、多分。どう？大丈夫？いける？本当に。OK ですね。はい、そして12階層。来てしまいましたね、ついに。さあ、勝負。12階層なんだよな、まだ。ヒドロップをできる限り呼びます、まずは。で、ここの立ち回りとしては、普通にひたすらコンボし続けて、耐久し続けて、で、突破でも全然 OK です。ただ今回やっぱね、なんかそんな立ち回りにしても面白くないんで、行きましょう。はい、無効貫通組みながら7コンボと、8コンボ。さあ、どうでしょうか。はい、こんな感じでね、無効貫通で 90% の状況に入れば突破することもできます。ずっと殴り続ける立ち回りでもね、何の問題もないんでね、どちらでも OK です。というより、まあ安定しないんで、無効貫通組む立ち回りはあんまりお勧めできないかな。で、ここですね。これで OK かな。はい、追い打ち組みながら6コンボ、7コンボ、8コンボ、9コンボ、OK、10コンボ、いいね。倒せんじゃない？ OK、危ない。結構ギリだったね。はい、突破。14階層。さあ、来たよ。お、ルーレット上書きですね。ありがとうございます。地名かな？ OK です。はい、ありがとうございます。これ、突破していきます。OK ですね。ちゃんとルーレット上書きっていうの大事なんでね。一度ルーレットを食らってから突破するということをね、忘れずにお願いいたします。はい、そして15階層。悪魔キラー、あざす。絶対勝ちます、これマジで。さっき何キラーだったか忘れたけど、絶対に勝ちます。悪魔キラー欲しいんで。はい、7コンボ。8コンボ、9コンボ、いいね。ガドブレも発動してないか。だけど、まあ突破できます。はい、来ましたね、16階層。あ、こっちか。ほうほうほう。じゃあまだいいですね、全然。で、まあ、ここで非吸収が来た場合はね、もう火を消さないようにしてくださいとしか言えないんで、その属性を消さないようにしてあげてください。待って、なんで俺木の杖組んでるの？まあまあ軽く出るから困るんだけど。ただ、11コンボ、12コンボ、13コンボ。はい、これで突破していきます。まあ一応、あれだね。桜の場所を属性吸収無効にしてもいいかもしれないね。それ、ね、もし嫌だったら。てか待って、おじさん？溜まってるじゃん、おじさん。まあ、ヘラニクスは耐えれます。ただ、おじさん溜まってるんだけど、使っちゃおう。ここでもう邪魔だし。てか、もっと邪魔じゃん。使わない方がよかったわ。やっちまおうか。バレリア使います、じゃあ、ここで。いや、ちょっとお邪魔使っても超判断ミスなんだけど、絶対おじさん使わなきゃよかったじゃん。で、ここで軽減張りながらしっかりと回復していきます、マジで。絶対に回復、ここは。で、次に、ここで、あ、はい、これをしてくるので、ここでしっかりと突破していきます。ここ倒せなかったら、負け、さすがに。さすがに負けだけど、それは。どうでしょうか。はい、OK ですね。さすがに倒せますね、2パンで。これバリリアの強いところ。はい、じゃあ近いそう。おナパナパナパ 40! 本当はここね、バリリア溜まってなかったから終わったと思ったんだけど、40弾けましたね。ナイスナイスこれね。怖え、マジで。
本当はバレリアがね溜まってんだめ。てか殺しだと使ってないのが悪いんだよ。あのとりあえず使っとかないとダメなんですよね、スキル。こういうの、そう、俺悪い癖でこういうの使えないタイプなんで、フェンリルとかね、殺しだとか本当は使っといてください。そしたら問題ありません。強っ。あ、これ仮面ライダーダブルのエンハンスも使いましょうか。ここで18階層なんで、はい、使います。これで 7.9 倍。なるほどね、 OK。 ぶっ殺します。今から宣言します。この敵をぶっ殺します。待って、こうじゃん。はい、もう最強なんで申し訳ないですけど、もうあのね、一瞬で溶けるんで、はい、ドーン。強よ。あ、クテューが飽きちゃったか。ちょっとめんどいな、それ。ちょっとめんどいから1ターンまずは普通にね殴ります。まあ、あと1ターン分あるんでね、仮面ライダーダブルのエンハンスなんで、はい、OK。 いや、強すぎて全然入らないダメージが。で、ここでシアト使います。これがいいんですよ、マジで。いきます、皆さん。なんでシアトを継承してるかっていうとね、もう完全にここが水で倒すためです。いきます。待って、一色ないじゃん、色。桜使っとこう。いや、一色なくてもいける、これ多分、マジで。いや、俺結構あると思う、それ。はい、お湯打ち組みながら5コンボ。チートじゃないです、これは実力です。はい、低評価確定と。もうこの動画は低評価がいっぱい来るので公開したくないです。絶対もう今のはダメだよ。ちょっとあれだったね、はい、多分あれ倒せるんですよ、25倍でも多分なんですけど、ちょっとあの軽く計算はしてないんで、はい、さよなら。あの、少し火力計算をしたんですが、動画がいても4色ないと倒せません。すいませんでした。4色ないと倒せない。もしくは、その1個前の階層を火の向こう貫通とかで抜いちゃって、で、ボスでね、盤面調整してから、エンハンスを使うっていうのは全然ありだと思います。なんで、まあ、そこに関してはもうお任せいたしますが、まあね、桜等がね、イデアルに溜まってたと思いますので、そこら辺を使ってね、盤面調整をしてもらえればなと思います。これまあ、水の向こう貫通の場合だったら、はい、こんな感じで、まあ、6億ぐらいね、オーバーして倒せますし、スオンのおかげでね。で、まあ、火の無効貫通の場合はもう21億ですね。これ、乾燥しちゃうんで。そんぐらい強いんでね。はい、まあね、そのように立ち回っていただければなと思います。大変申し訳ありませんでした。ということで、よろしければね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。